はい、皆さんこんにちは。今日もクロスローズインやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回いろいろと、まあ、部屋とかも変えたり、客室の部屋ですね、こちらの方を減らしたりして、まあ、ちょっとサービスの向上を目指したんですけど、ちょっと分かりませんでした。現在、まあ、こんな感じで、まあ、怒ってる人とか普通の方が多いので、まあ、ちょっとサービスの方なんとかできないかなと思っています。それでですね、こちらの働いてる人ですね、見ていくと、まあ、能力かなんかのところに、どこに重点を当てるかとかいうのがありますので、まあ、これをちょっとスピードは人がいっぱいいるので大丈夫だと思うので、ちょっとスピードを少し下げて、その代わりに、クオリティとかコンフォートなのかな、こちらの方に少し重視していこうかなと思います。まあ、なんでこれ働く人、おー、なんかスピード重視になってるな。全力で、スピード重視になってますが、こんな感じで徐々に、能力の割合を変えていって、様子をちょっと見てみようかなと思います。さあ、あれから2、3日経ちましたが、お客さんの方ですね、やはり満足する方も出てきましたが、結構不満の方とかも増えて、まあ、どっちとも言えない状態ですね。満足側も増えたと思ったら不満も多い。別になんか職業関係なく、あ、でもな、旅人の方が少し不満が多いみたいですかね。まあ、ちょっと見ていくと、まあ、食べ物が合わない、やっぱりサービスが悪いっていうのが出ていますね。ということで、続いてはどうしようかな。まず自分のところのキッチンのところの、人がレベル10ですね。あとは6のものとかもいるんですけど、まあ、これをちょっと高レベルに変えてみましょうか。もう5人か6人入ってるんで、まあ、速度的には大丈夫だと思いますので、まあ、ちょっと入れ替えですね。1人クビにして、1人新しい人を入れようと思います。それで13の人が今こちらにいますので、まずこの人を入れて、レベルの低い人ですね。今だとなんだろう。6かな。レベル6の人が低いので、まあ、この人を1人、解雇していきましょうか。はい、この入れ替えですね。で、新しく入った人も、一応サービス、クリーニングとかはしなくていいし、ルームサービスもいいと。まあ、テーブルと、インキーパーだけなくすかな。まあ、こんな感じでして、スピードを抑えて他のところを、上げていくと。いうような感じにしましょうかね。こちらですけど、従業員人をレベルが10以上の人を若干、増やしてみました。まあ、レベル10の人もいますが、倉庫関係とかはちょっと低いんですけど、あとは結構ウェイトレスとかは高いレベルになりましたが、まあ、ここ満足度が若干、変わってのかな。ほぼ変わってないような気がしますね。それでですね、もう一個なんか満足度につながりそうなのがこのメニューだったので、価格ですね。お酒の価格とか食べ物の価格を、ギリギリニコニコマークになるぐらいまで何品かちょっと下げてみました。まあ、あとなんか険しい顔をしてるやつですね、もうないかな。そちらの方を少し、下げて黄色のマークになるようには調節しましたが、まあ、これでもう一回ちょっと様子を見てみましょうかね。プライスの問題とかもひょっとしたらあるのかもしれませんので、まあ、あとはデコレーションですね。この人とか見ても多分、あ、プアサービスがいっぱいか。まあ、デコレーション問題も一応こちらの方には出てるんで、まあ、みんなが望むようなデコレーションにできるのかどうかはよくわかりませんが、まあ、こちらも若干変えていきましょうか。ちなみに部屋の方は、スタイルちょっと変わりましたね。荒くれ者用の部屋みたいな感じで変わりました。で、星の方のクオリティはもうかなり高いと。アピアランスの方も昔はマイナス90とかあったのに、現在はプラスの94ということで、まあ、かなりいい感じになったのではないかと思いますね。まあ、あとはこれって、まあ、1種類ずつしか多分、
旅人は無理かな、荒くれ者の方を優先的に変えていくというような感じじゃないんですかね。ああ、ここプライスはそうローって安いよということで、うん、喜んではもらってますけど、やっぱサービス関係がどうしてもちょっと増えないかな。ああ、なんか、顔色が悪くなりましたね。ああ、やっぱデコレーション関係で結構マイナス食らってしまうので、これはどれかに絞って満足度を高めていかないと、ちょっと、無理なのかもしれないですね。でもまあ徐々に、ニコニコマークの満足している人が増えてきているのはいいことではないかと思います。値段を安くしたのもあるのかもしれませんけど、まあマイナスもいますが、結構ニコニコ顔の人が増えてきましたね。これであとどれぐらいだろう、 あと4人満足させるとまたポイントがもらえるみたいですので、ちょっとこれポイントもらってどんどん、なんだろう、いろいろ拡張していきたいなと思っています。これでどうかな、もしこのまま行くようであれば、今後はお酒の値段とかですね、できるだけ下げて、まあ、食べ物でお金を取るような仕組みを取っていこうかなというふうにチェンジしていきましょう。さあ、お客さんの満足度が上がったみたいですね。12次やれば、もう一個上がるということで、あとこちらの方が、それが終わったでかわかりませんが、フェイムが上がったりして、一応こちらですね、いろいろもらえましたね。ポイントの方は2ポイント、もらえていますので、どれにしようかな。なんかを解放していきましょうかね。ツタの植物、これにしよう。これと、あとは何か別のものを入れたらいいかなと思っています。これがおそらく皿洗いとかが早くなるやつとかですね。あとはこれ疲れがなかなか出なくなるようなやつもありますので、こちらもちょっと取っていきましょう。さあ、いいことにですね、ガンガンですね、満足する人が増えてきましたね。やっぱちょっと食べ物の値段とかビールの値段が若干高かった、今まで全くいじっていませんでしたので、少しいじっとけばよかったなという感じですね。あとはやっぱりこのベッドルームのデコレーションに不満があるトラベラーの方がいるので、現在ですね、ちょっと広くしてみました。壁の方を1列分だけ伸ばして、こちらですね、この棚がどうやらトラベラーの人の好みみたいですので、こちらの方突っ込んであります。あとはライトもつけておきましょうかね。このライトですね、ランタン的なやつが、一応トラベラーは好みのようですので、まあ、これを何個かつけておいて、少しデコレーション気に入ってもらえるようにしていけたらいいかなと。まあ、ちょっとこちら、動物性の油かな、何か使うので、あんまりいっぱいやると経費かかってしまいますが、まあ仕方ありませんね。とりあえずは今満足度をいっぱい上げて、できるだけ、こちらのポイントの方を稼がないといけませんので、しっかりと満足度を上げておきましょう。かなり満足度が高くなってきましたね。こちら見ても、もうあと3人満足するだけでまた次のポイントがもらえるという感じです。そしてですね、吟遊詩人なのかな、パフォーマンスの人も新しく来ていますので、まあこれ歌い手の人かな、ここに住み込みで来てる、この人やばいな、ちょっと出れなくなっちゃったかな、配置を変えたんですけど、ひょっとしたら出れなくなっているのかもしれない。一旦こちらに置いておきましょう。まあこれで、パフォーマンスの人が2人いますので、なんかいろいろとお金の方が助かっていますね。これですね、バーズのところが1558、今収入入っています。でこの人が終わると今度はこの人が入ったりとかして、結構いい感じで、お客さんの方も楽しめているのではないかなというところですね。今ちょうどなんか満足度が高い人がいればいいんですけど、なんとなく分かってきました。満足度が高くなった人は、顔の金色のマークにプラスプラスみたいなのがいっぱい出るマークが出ますね。それが多分満足したよということみたいですので、まあ、それが出たら、こちらの方のカウントが1個、いやもうあと1個だ、いやもう少しで満足度、あと1人出ればもう1ポイントもらえると
という感じですね。ああ、変わりましたね。入れ替わりで今度こっちの方の、パフォーマンスする人が、入ったという感じで、かなりこれはありがたいですね。こちらですね、満足度の方が高くなりましたので、まあ、ポイント2ポイントかな、もらえるようになりました。ということで、こちら、ろうそく作るやつは1個取ろうかなと。その他、なんだろうな、皿の洗い速度が速くなるやつか、もしくは、つるの植物を作れるようにするか。まあ、つるの植物を作って、てみましょうかね。はい、こちら解除しておきましょう。で、確かトマトかなんかが、あれ作れないな、これとはまた別なのかな。トマトが作れるような方で解除はしてありましたが、もしくはなんかこういうやつが必要なのかな。よくわかりませんが、なんかでは多分、あ、これですね。あ、これか、畑がまた別なのか。はいはい、一応これ500かかりますが、一応作っておきましょう。こんな感じで新しいものが、ちょっとだけ作れるようになりましたね。まあ、その他はどうだろう、別に特にはないかな。ちょっと見ていきましょうか。これで、あー、いけますね。これは何だろう、トマトと、もう一個なんか、これは何だろうな、ハーブか、ハーブ作っていきましょう。あと1個あればもう1種類作れるので、もう1種類もちょっと作っていきましょうかね。こいつか。どこにしようかな。まあ、ここ畑何にも今作ってないので、とりあえずここで、置いておきましょう。はい、これで3種がもう自分でですね、作れるようになりましたね。 OK、 これでだいぶ食材の方もおそらく徐々に、大丈夫になってきましたね。あ、そうだ、それと、ろうそくを作るやつ、これかな、キャンドルメイキング、あー、これですね。こいつも作ってあるので、取りましたので、これも作っていきましょう。こんな感じのやつですね。で、ろうそく、クラフトキャンドルにすることによって、作ってるのかな、わかりませんが、現在はキャンドルの数が20本ありますが、まあ、これ、全部賄えるかな、わかりませんが、もしこれで20本より増えるとか減らないとかになれば、おそらく自分のところのキャンドルも買う必要がなくなるので、かなりコストが上がるのではないかと思います。はいはいはい。で、満足度もちょっと見ていきましょうかね。結構怒ってる人は、まあ、1人いるけど、こんなにたくさんいてもそこまでいなくなった上に、金色に光る顔の人増えてきましたね。 OK、 よし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 、いいことだ。はい、ということで今日は主に満足度をちょっと上げてみました。この調子でどんどんポイントもらっていろいろなところを開放していけたらいいかなと思います。まだその他にも、できてないところはどこだろうな。まあ、新しい人ですね。まあ、ノーブルとか貴族とかもうちょいしてからの方がいいかもしれない。代わりに何だろう、お金をあげたりとか、玉ねぎとかニンニクが作れるようになるか、あとクエスト関係もなんかできるようになるやつとかもありますね。その他まだ2階建てにできたりもしますし、カジノはどれなんだろうな。これダーツができるのか。ギャンブル関係もまだ開放して、人の方を雇って作っていませんので、まあ、ちょっとそれも今どっかよく分かっていませんが、どっかにあると思います。それによって部屋が作れるはずですので、どこだろう、これかな。あ、これシークレットルームか。はいはい、ギャンブルの店がどっかにあった。あ、これか、ゲームルーム、こちらの方も作って設置などしていけたらいいかなと思います。では今日はこれぐらいで終わって、また次回ですね、この続きやっていきましょう。皆様ありがとうございました。